じゃんくんぽんちゃん、おはようございます。この今ぽんちゃんが入ってるやつですね。これがじゃんくんがかじっちゃって、ボロボロになってるのが気になっちゃってという、送っていただいた方からの、あれがあるんですが、また同じの送りますと言われたんですが、なぜかやっぱり貧乏症なんでしょうか？ 我が家の猫さんたちはこれが気に入っているようなんですね。まあ、他のにも入りますよ。ほらね、これもね。これもなぜか古い方が気に入っているということですね。何でも古くなってくると入るのかもしれません。これは貧乏のうちに、引き取られた佐賀か。そうなのか。ジェン君。はい、かなり豪華な状態ですけどね。どれでも入り放題。あら、ポンちゃん。はい、ポンちゃん。遊んでくる？そっちね、一応締め切ってあるんですよ。廊下には出られるけど。閉まってるっていうのが分かった？そういうこと？落ち着きました。じゃんくにゃんくん、ん、お眠のようですが。なんかずっと座ってお利口さんにしていますが、お眠のようです。そんな時、そんな時、お届け物、プレゼントまたいただいちゃいました。ありがとうございありがとうございます。ます。開けまなんか、す。ごめんね、なんか怖くないよ。大丈夫大丈今日はお菓子か夫。な？お菓子？なんかアニマル。コクマ塩ミルク。なんかと書いてありおいしそうな、おいしそうな名前。よいしょ。ますな。はい、クッキーかな。クッキー？はい、じゃあ、ジャンクッキーかな、クッキーかな、ここジャンにククッキーか置いな。ときます。そして、これは？どこ入り。あ、なんだこれ。おまんじゅうって書いてあるよ。まんじゅうか。焼きまんじゅうって書いてあったよ。可愛くて、せっせと働く、扇風扇機？風機みたいだアニよ。マルクリップファン。だって扇風機の絵だもん。本当だね。USB とかにつなぐ感じかな。ツーウェイ電源になってるから、そうかも。USB と電池。なるほど。しかもこんな感じですね。ね、これちっはちゃいくてずかれ、わいいね。使うときにまたお見せできると思います。ここじで。ゃあ、ジャン君のここです。かわいいね、ジャンクちっちゃくてね。はい、次なんは？か、なんだろう。何かな、何か。青汁？フルーツ青汁。皆さん、なんか体のことを気そう遣だっね。ていあたりだがいとうごて、ざいまありす。がとう。でもなんか青汁はそうさ、だでよ。もなんかフルーツだと美味しそうじゃない？はい。美味しいやつだよ、きっと。よかったね、ジャン君も飲む？そして、なんかお猿さんみいったいぱない子入ってがるね。入ってどんるよ。どんいかないと。本当だすごね。い。今日いっぱい入ってる。どうしたの？どうしたの？こんなにいっはい。ぱい。お猿さん？猿。お猿さん。お猿さん。こう何かに引っ掛けるんだね。あ、飴がついてるからカルディかも。そうだ。カルディさん面白い。あ、でも猿、ほあら。りがとうございま天使のす。羽がついたお猿さんだよ。ほんまや。そして、ん、かわいい。これは鳩。鳩の後ろ姿。どういうこと？鳩？鳩？鳩？寝てるってこと？そんな感じなのかしなんら。かね、いろんな種類があって、これが出たんだね、きっとポーズね。の中のこういうことですね。はい。ヘありトがヘとうごトざにい疲まれた鳩って書いてある、これ。ヘそタしヘて、タこれはさん。猫のハンカあ、チ。ごめんね、ジャン君。うらら。よいとしいょ。うことです。よいしょ。こういう感じうらね。ら、うらら。うらら、あ、かわいい。かわいいね、
にゃんこのハンカチ。じゅんくん、にゃんこのハンカチ。じゅんくん。はい、次いきますよ。じゅんくんのマント。はい。ダーナム、アーユー、ティー。ティー？これは多分スリランカ系の言葉かな。アラ、アムラ、グドゥーチ、ね、ハーブティー、スリランカって書いてある。あ、本当？原産国名、うん、スリランカ。アーユルベーダーとかそういうのに近いなと思って、うん。そうだね。スリランカ。当たりました、スリランカ。はい、そして、行くよ、どんどん。はい。すっごい時間かかっちゃうよ。クールスプレイ。これは涼しくなるやつだね。そうだね。よしよし。すごいね。夏になってきて暑いからこんないろいろ。お、これは蚊のやつ？はい。私がよく蚊に刺されるって知っていたのかな。はい、これは涼しくなるやつ。クールスプレイ。お散歩の時に使えるね。はい。これ入れない。これは何かな？これも？これも？パンプッシュ。って書いてあるけど。キレパラ。キレパラ。アースって聞いたことある。フローラルソープ。ソープ？え、ソープ？それは香りじゃないの？1プッシュ。これは香りの名前。ああ、虫よけね。なるほど。どこ1本で全て OK。家中、収納空間、どこでも使える。クローゼットに、ウォークンクローゼットに、引き出し、衣類、衣装ケースに1ピッシュ。先進みまーす。はい、それでは。はいはい、開けまーす。結構重たい。なんかこういうのに入ってるから、あれかも。食器系かな、うん、あ、違う。ジャムかも。ジャムだ。あ、ラフランス。ラフランス。え、ラフランスも珍しいね。昔ラフランスのコマーシャル作りました。うん、山形県だったかな。ラフランスの、ごめんね、ジャムなのかな。ラフランスと蜂蜜って書いてある。ヨーグルト、パンのトッピングに、紅茶に適量入れて、抹茶もっぽく使える。そうだね。やったー。海苔。あの海苔のワンちゃんのやつでも水海苔ってこと、はい、よいしょ、はい、パン、そしてこれはキーホルダーかな、うん、パンのキーホルダー。面白い。はい、ありがとうございます。木でできてるの？違うか。いや、うん、よし、あ、刺繍だ。これは何かな。これはメモね。メモだね。あ、こうだね。あ、ほら、にゃんこのあれが、なんだっけ、マトリョーシカになってた。そしてニョート、お化けノート、ちっちゃいニョート、うん、猫のデザインですが、お化けノートと書いてあります、うん、なんか開けたらわかんのかな、後で。中身がお化けなのかな、うん、なんだろう。冷や汁のもと。私冷や汁好き、あんまり食べたことないんです、ね、うん、うちでね、1回か2回ぐらいしか作ったことないです、うん、これは何、はい、グミ。ああ、そうだね、グミです。グミ、なんか外国っぽい。そうだね、うん、はい、次いきます。はい、これはフランスのグミ。でもこっち変わってますよ、はい、健康と美のプロが監修、エステ発、なんだ、カトルナフ、シャンプーとリンスとかかな。あ、カトルナフねにならないんです。何でしょうか。あ、これはね、こっちがハンドジェルとハンドクリームのセットって書いてあって、うん、はい、こっちはこっちもハンドクリームだ。あ、そういうこと。ハンドクリーム。ピンクフローラルとカモミールラベンダーだって。はい、へぇー。ほら、最近、うん、あの、手が、手を洗うのね。そう、洗ったりとか、あの、アルコールシュッシュってするからね。はい。それ用だね、きっと。ありがとうございます。いっぱいいろいろ気を使っていただいて。そうなんだね。うん。あ、ニャン君よかったね。ほら。ニャン君の美味しいやつ。ピュアリナ。ピュリナだよ。ピュリナ1。ピュリナ1っていうやつ。お、犬と猫のチョコっとスイーツ。おやつだよ。ヤギの父の寒天って書いてある。
すごい珍しい、初めて見た。美食家になっちゃうんだけどね。あ、そしてペットの清潔シート。ふきふきするやつだね、はい。ありがとうございます。なんかいっぱい、本当にいっぱい入ってるんだけど。あれ？これは？なんかポーチみたいなんだけど、どこから開けるの？よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。にゃんこの柄のポーチだよ。はい。もうなんか、なんかちょっと和紙っぽいね。なんかね、不思議な手触り。ん？この中に、これなんだろう。ポケットがいっぱいついている。あれ、なんか、あれかな。こうカード入れるやつだから、なんか、家計のあれ、これはじゃあ食費用とか、これはなんとか用とかにお金を分けとるとか、そういうことじゃない？領収書いっぱい入れられるってことね。か、あの、決算の時に困らないってこと？それか、最初はね、あの、旅行とかに行くときに、なんかちっちゃいものを入れといて、これをこのまま入れるとかって思ったけど、ここにカード入れがあったので、うん、まあ、お財布として使うのかもしれないですね。家計簿に近いような感じかな。うん、面白いね。いろんなものがあるんだね。だね、はい、そしてこれは例のスポンジ。かわいいスポンジね。メラミンスポンジ。今回は何柄？はい、スポンジ。うん、魚と車。魚さんと車さん。うん、ランドリーバッグ。ああ、ネットね。ジャン君とポンちゃんを入れるやつ、ね。え、そうなの？それよ。捕まえて入れるやつ。それよかな。いろいろ、あ、うん、分かれてんだ中が。あ、で、ね、いろんなもの、下着とかソックスとか分けて入れて。右にジャン君、左にポンちゃん。そうなの？ポンちゃんと。ちゃうか。いじられちゃうよ。あ、これ便利なやつ。あ、はい、水切りの生ゴミのやつの。前にもね、そうそう、いらないやつ。三角コーナーがいらないやつ。あ、そうなんだ。これ自体でできる。そうそうそう、ちょっと立ったりとかするので。はい、この色違い。色違い。あ、柄違い。お花柄と鳥さん柄。そして、テーブルダスター。ああ。いいね。うんうん。便利だよね。そしてこれはダヴィンチが名探偵コナン特集。100歳まで本読みで至るためのいるための筋トレ。ああ、もしかして本を紹介しているやつってことかな。ダヴィンチは時々新さん、なめこさんもいるね。うん、いや、ジェーンスーさんも面白いんだよ、この人。はい、ありがとうございます。そしてこっちの雑誌はマスターマーモット首掛け扇風機。うーん、なんだろう、首掛け扇風機をマスターするのかな。いろんなグッズってことだね。時計特集ありがとうございます。時計はあまり持たないんですけれども、はい、これまででございます。はい、どうもありがとうございました。本当に雑誌がなくなってるもんね。以来大変なことになってます。すごい量だな。すごいすごい、はい、そしてお猿なめのジャン君。お猿なめジャン君撮れてる。はい、でカメラの電池が切れそうです。はい、はい、どうもありがとうございました。ジャン君。ジャン君入ったね。いいかね。ジャン君綺麗。ジャン君。ジャン君、カメラの方見てあげて、ジャン君。お願いします。ジャン君。ジャン君お願いします。わざとだな。あ、見てくれたよ。ジャン君いいかね。ジャン君。ジャン君。ジャン君、カメラ目線お願いします。よくずっと見つめ返してくるじゃん、ジャン君。そんな感じで、あら？カ
メラにお願いしますよ、ジャン君。ジャン君でした。あ、ポンちゃんも出てきたよ。ポンちゃん、ポンちゃん出てきたな。私はってなった。なんだね、ポンちゃん、いいかね。シュシュ、はい、あくび。ポンちゃんは必ずあくびが出ます。だって寝てたもんね。ポンちゃん、そしてビニールじゃないけどプラスチックを舐めるポン。ポンちゃん大丈夫？変わってるよね、ポンちゃん。なんでプラスチックとかビニールが好きなの、ポンちゃん。ポンちゃん、ビニール舐めないで、ポンちゃん。ポンちゃん、いいかね、ポンちゃん。